こんにちは、にです。今日はウルトラマンタイガーデラックストレギアアイ、こちらを見ていきたいと思います。はい、ついに発売されましたトレギア様の変身アイテム、トレギアアイでございます。パッケージはこういった感じで、ウルトラマントレギアに変身、ここにトレギア映ってますね。ボタンを押して一発変形、これがボタンを押すことによってパカッと開いてマスクになるんですね。テレビでは何回かもう登場してますよね。で、ウルトラタイガーアクセサリーが1個付属していて、ナイトファングリングがついております。これはまだ未登場の怪獣で、確かねカイザードビシみたいな形していたやつだと思います。で、横を見るとトレギアの後ろ姿、リングパーツの付け方とかが書いてあって、反対側は特にこれといってなく、後ろ側は、電池の入れ方、絶縁シートの取り外し方、これまたあれですね、説明書入ってないパターンですね。ここで全部おしまいみたいな。で、変身遊び、展開ボタンを押して、そしてパカッと開いたら変身ボタンを押してウルトラマントレギアに変身と。で、リングの遊び方はいつもと一緒で、タイガースパークにかざして音声を聞くっていう感じですね。それでは開けていきましょう。カッターで切って、よいしょ、プラスチックのブリスターに収まってる感じですね。はい、こういった形になっていて、ナイトファングリングと、そしてこれがトレギアアイ。ナイトファングリングすごいなんかピカピカしてんな。じゃあさらにブリスターから出していきましょう。はい、出しました。それではトレギアアイ本体から見ていきましょう。トレギアアイはこういった感じで、まあ、トレギア様のね、目の部分のマスクの形になっております。フィギュアでいうところのここですね。で、塗装している場所はここの銀色だけで、他の部分は成型色っぽいですね。後ろ側を見ると、この金色の部分が塗装で、その他は成型色だと思います。で、ボタンが2つあって、これが、まあ、この部分のね、展開するときに押すボタンで、この部分が、まあ、変身するときに押すボタンですね。で、スピーカーがあって電池を入れるところ、ボタン電池で、お試し用が入っているので、絶縁シートを抜けばね、とりあえず音声は鳴るようになっております。じゃあちょっとこれ閉じてみましょう。パタンパタンと閉じて、はい、これがまあ携帯する時のスタイルって言えばいいのかな。まあ最初はねこの状態ですよね。で、この部分がちょうどトレギア様の胸の部分の拘束具みたいな形になっていて、これは本当何なんだろうね。この辺がよく分かってないんだけども、一応この下には丸っこい感じなオーブと同じ形のカラータイマーのようなものがなんかこう見え隠れしているんだけども、 O50 関係のなんかウルトラの戦士だったんですかね。ちょっとここら辺はね謎に包まれております。で、変身するときはこの拘束具がねこう割れるっていう、またこのねなんか力が解放される感じがすごいいいよね。で、このボタンを押すと開くんだけど、ここをくびれていて、多分こうやって指をねここにかけてっていうことなんでしょうね。こういう感じで開きます。反対側から見てみよう。これね、ちょっと上から押させてね。あ、こんな感じ。グッて押すとバッと一気に開くんだけど、ゆっくり押すと片側から順番に開いていく感じですね。もう一回よっと、こういう感じで開きます。で、ここのボタンを押して変身するわけなんですけども、じゃあ絶縁シート抜きましょう。よっと、抜いた状態では特にはならないですね。で、どうしようか、ちゃんとやろうか、ちゃんとやろうかっていうか、自分の側から見たら、まあ、こうやって出してバカッと開いて展開音が鳴って、そしてボタンを押す。いやー、いいね、かっこいいね。ダークな感じの中にも、なんかちょっとね、そのヒロイックな雰囲気も少し残ってるんだよね。最後にちょっと笑い声みたいなものが入ってたと思うんだけど、もう一回聞いてみようか。
いやーかっこいい。で、やっぱり子供用、まあそれは子供用なんだけども、ここのねサイズがちょっと小さめなので、大人の僕だと目を合わせようとするといまいちピチッとは合わないですね。なんか変な感じになっちゃうんで、だからこれはまあしょうがないところかなと。別に大人用で大きいの出してくれとかそういうふうにも思いもしないので、別にこれはこれでいいと思うんですけどね。とりあえずね、遊び方は以上になります。もうものすごいシンプルな感じで、まあね、変身するっていうそこだけになるんですけども、多分ねこれきっとプレ版で放送終わった後に来るんじゃないかな。ゼロアイネオの時みたいに、なんかいろいろなねトレギア様のセリフがいっぱい入って、うん、きっと4800円とか5000円ぐらいで出るんじゃないかなと思うんだよね、すごい出してほしい。まあこれに関しては以上になります。それではリングの方ね、次見ていきましょう。ナイトハングリングはこのような感じで、造形すごい面白いですね。単眼で牙がいっぱい生えていて、この辺はちょっとこう蜘蛛の巣のような感じでギザギザしていてかっこいいね。で、色味はそんなに多くないんですけども、ここの部分の銀色と外側の部分ちょっと色味が違うように見えるんだけども、気のせいかな。こことここなんか光の反射の仕方が違うと思うんだよね。こっち側が明るくてかなりギラギラしてるんだけど、この奥側の方はちょっとこう落ち着いた感じというか、なんというか、だからこの辺がねすごいギラついて見えて、なんかかっこいいね。で、ここら辺はメタリックの紫で結構ツヤっぽい感じになっていて、うん、素晴らしい。真横から見るとこういう感じで、口がすごいいい感じですね。後ろ皮は特にこれと言ってないかな。で、まあ、この辺の仕様はいつもと一緒ですね。はい、それでは音声聞いてみましょう。このような音声が鳴って LED 紫色に光りました。はい、ウルトラマンタイガーデラックストレギア読みていったんですけども、いかがだったでしょうか。いや、もうトレギア様が大好きなのでめちゃくちゃ楽しいですね。遊びとしては展開してからの変身でちょっとあっさりめではあるんだけども、ジードの時のゼロアイネオで楽しく遊べた人は問題なく楽しく遊べるんじゃないかなと思います。で、お値段が3000円に消費税、ゼロアイネオの時が確か2500円に消費税だったと思うので500円ぐらい高くなってるんだけども、まあ、今回はねその変形するっていうギミックがあるので、それでまあちょっと高くなるっていうのは仕方がないのかもしれないですね。で、気になってるのは2期連続その悪役の変身アイテムが一般発売されたっていうのが気になっていて、まあ、去年はオーブリングネオがね発売されましたよね。で、今回とそのオーブリングネオとちょっと違うところっていうのは、オーブリングネオはアイゼンさんが退場した後、ミナト兄弟が使用してたじゃない、必殺技とかを打つ時に確か使ってたと思うんだけども、今回のトレギアアイはとてもヒーローサイドの誰かが使うとは思えないというか、トレギアさんがそもそも退場しなさそうじゃない。だからこれはどういうことなのかなみたいな。だいたいこういうアイテムはプレ版で発売されるものじゃないね。やっぱりウルトラマンね、ダークサイドだけどもウルトラマンだから発売しているのか、それともね、やっぱり超重要な悪役っていうところでのもうね、こういう展開になっているのか、どうなんでしょうかね。もうとにかくトレギア様は謎に包まれていて、ルーブの劇場版にね登場した時から結局なんだかよくわからない存在のまま今まで来ていて、その拘束具みたいな部分のね下っ側にはオーブみたいなカラータイマーあるし、
太郎と因縁の関係って言われても何がどうねその二人の間にあったのかっていうのは細かくまだ語られてないじゃない。で今もその地球をねぶっ壊してやるとか侵略してやるとかそういう意図は全くないじゃない。ただただ面白がっていろいろ引っかき回してるだけで、だからねこのトレギア様はこの後何をどうしていくのか、もっと面白いことを求めてなんかねこうでかいことをしでかすのかどうなんでしょうかね。もうこの後の動向が気になって仕方がないです。でまあねレビュー中っていうかその途中でプレ版でねいろんなセリフが入ったものを発売してほしいっていうことを言ったんですけども、やっぱりねもう第6話までしか見てないんだけども、その間でもねいろいろこう名台詞じゃないけどもいいねセリフをいっぱい言っているので、ぜひともこれは実現してほしいですね。はい、今日の動画いかがだったでしょうか。もし面白いなと思いましたらチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画で、バイバイ。